アロフィは、ニューエの首都である。人口597人。アロフィは、パラオの首都であるマルキョクに次いで人口が2番目に少ない国の首都である。行政上は、アロフィ南とアロフィ北との2つの村に分かれている。島の西側にある、アロフィ湾の中央部に位置しており、ニューエを取り囲む、唯一のリーフブレイクに近い。島の長さの30%にわたって広がる。 アロフィ1は、北のマケフ岬から南のハラギギ岬まで伸びている。アロフィは、アバテレ、ハクプ、ラケパ、リク、マケフ、マタラウ、タマカウトが、トナパと接している。アロフィには、市民の生活を豊かにするための文化的施設が、いくつか存在している。現地の文化的、歴史的重要物を保存している、ニューエ国立博物館や、ダキリキキ、サッカー、 バレーボール、ネットボール、ゴルフ、ラグビーユニオンなどを開催できる体育館が存在する。アロフィは、欠片の気候区分によると、熱帯雨林気候であり、寒気がない。6月から9月にかけて首都は、日本のジメジメした気候とは違い、さらっとした気候となるが、平均雨量が寒気の月の限界である60ミリメートルを超える。平均気温は若干の揺れがあるものの、 最も暑い月は摂氏29度で最も寒い月が摂氏20度と1年を通じて気温差はほとんどない。1744年に航海士のジェームズ・クックがアロフィのオパヒ・サンバシに上陸した。2004年の1月に死者2人を出し大きな被害をもたらしたサイクロンヘタが上陸した。アロフィに位置する病院や政府の庁舎を含む多くの建物が破壊されたため、 政府の庁舎は、今では、海岸から3キロほど離れたフォンアクラと名付けられた、新たな町に転移された。フォンアクラは、行政上では、アロフィ南に位置する。ニューエ国際空港が、タマカウトガ村との境にあり、ニュージーランド航空の運航するオークランドアロフィ、便が唯一就航している。アロフィには舗装路、未舗装路問わず多くの道路が存在し、首都縦横無尽に駆け巡る。 ありがとうございます。